シグネチャー1986年オランダの美術館で、1、スカルプチャーバイ、ヘリングインドルトムント、ジャーマニー、エーミューラルバイ、ヘリングインバルセロナヘリングペインティング、エーミューラルアットザ・ステデリイクミュージアムインアムステルダム、1986、ミューラル、クローズツーザ・ミュージアム・オブ・モダン・アーツ、バルセロナ、スペイン・キース・ヘリングは、アメリカの画家である、ペンシルベニア州レディング生まれ、 ストリートアートの先駆者とも呼べる中で、1980年代、アメリカの代表的芸術家として知られる。シンプルな線と色とで構成された彼の絵は日本でも人気があり、キースの作品をプリントした T シャツがユニクロやスポルディング等から販売されることもあって、広く知られている。1980年にニューヨークの地下鉄構内で使用されていない。 広告掲示板に黒い紙を貼り、その上に、チョークで絵を描くというサブウェイドローイングと呼ばれる、活動を始めた。そのシンプルな線でリズミカルに描かれた絵は、ニューヨークの通勤客の間で評判となり、キースの名が知られるようになった。グレートフルデッドのファンである、デッドヘッズであった。ニューヨークの歌唱、トニー・シャフラジの指示もあって、数回の個展を開催して知名度を上げる。 その後、ニューヨークのマンハッタン、シドニー、メルボルン、リオデジャネイロ、アムステルダム、パリなどで壁画を制作するなど公共空間での活動を多く行った。ベルリンでは、ベルリンの壁の有名なチャーリー検問書の壁に絵を描いている。ジャン・ミシェル・バスキアやアンディ・ウォーホルとも親交が深かった。社会貢献活動を多く行い。 エイズ撲滅活動や恵まれない子供たちへの活動で知られている。特に、キース自身が HIV 感染者だったこともあり、作品を通じて HIV 感染を防ぐメッセージを出すなどし、エイズ撲滅活動に積極的に関わった。アクトアゲンストエイズの最初のポスターを描いた。彼の生涯最後の作品は、イタリアピサ中央駅そばの教会の壁に書かれた、ツットモンド。 1990年2月にエイズによる合併症のため31歳で死去。2012年5月4日、キースの生還54年を記念して、Google のホームページのロゴがキースヘリングバージョンとなった。ありがとうございます。